はい、こんにちは、わたです。今日は待ちに待ったパルクールの日本選手権の選手の結果発表です。おー、はい、ということで、もう急遽夜ですけども、ちょ、通知が来てると思うんで、はい、見てみます。あ、でもインスタで載ってるわ。え、この JGA パルクールのインスタ通知来てます。来ました。お、名前がざーっと、第2回パルクール日本選手権参加選手発表、はい、おい、はい、ということで、どうなんだろう。第2回パルクール日本選手権参加選手募集に多くの選手からの応募があり、92名男子82名、多いね、女子10名の参加選考内容が承認されました。はい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 、はい、正式に出場者を発表いたします。男子わーっと書いてあります。80名いる中に名前が載ってるかどうかってことか。あ、これフリースタイルもスピードも同じ。ああ、なるほど、そう、分かれてないから、あるか。お、鈴木、太一さん、太一さんでいます。いやー、さすが、やっぱりさすが、すごい。高橋、中村、ありました。お、西村渡る、おい、来ました。すごい、日本選手権進出です。いやー、日本選手権出場決定いたしました。おめでとうございます。ありがとうございます。すげえ、結構、まあ、やるからには表彰台を目指して、頑張ります。わかりました。つまずいてもね、全力で、今できることをやって楽しみたいと思います。テレビ放送もあると思うんで、テレビ東京と、BS テレビ東京と、すごいね、テレ東、 BS テレビ、8月19日パルクール日本選手権羽田空港第2ターミナルで行います。皆さん、テレビ東京、 BS テレビでお会いしましょう。ありがとうございました。頑張ってください。